はい、ということで。ということでございますね、やっておりますけどもね、若干ギターの弦がね弾いたようでございますけどもね、今日はね、モンキーファイバー初のねギターでね、弦を探しに行っています。弦を探しに行っております。こんなところで紹介するのもなんですけども、タックンです。イエーイ、ギタータックン、ね、タックンね、力みましたね、ガーイブチでいきましたね。いいです、僕はそういう人好きです。はい、じゃあこれでな、押してもね、僕のせいじゃないということでね、これはいいじゃないですかね、これでちょっとでもセッションが短くなれば幸いということでね、幸いということでいいですけどもね、はい、皆さんのね、早い時間から今日さん入っていただきましてね、ありがとうございます。ありがとうございます。 K106 さんとか好きなんですかね、ね、かっこいいですからね。これトランペットあるでしょ、あるでしょ、絶対吹きません、絶対吹きません。これでもね、この言いますけどね、あの最近はね、トランペットの練習めっちゃまめにやっててね、メキメキとね、実力を上げてるんです。でも K106 には勝てる気が一切しない、まあね、負けると分かってる試合を挑まないんでね、はい、
さといつ何をするんだという話ですけどもね。じゃあ何をしようかな。皆さんやっぱサックスを買うんですか。皆さんやっぱ最後はサックスを買うんですか。 K106 には叶う。いや叶います。ニーナさんならいけます。しない。ニーナさんはいけます。つかない。いけます。歌いましょう。僕の分まで吹いてください。いやいやいや、ほんまね、アドリブとかね、セッションとかね、なくなったらいいと思ってるんですけどもね。僕はこういうね、なんかチャラい感じに見えて、一生懸命練習してきたことをそのままやるタイプの感じなんでね、その辺分かっていただきたい。はい、今も余裕で喋ってるように見えるでしょ。バックンバックンですよ今。そうです。ジャリー落とした。チャリンジャリー。イエイ。タックン、タックン帰ってきた。タックン帰ってきた。じゃあタックンからのあの曲いきましょう。あの曲いきましょう。Keep it.
その次のバンドにバトンパスするためにですね、そのフラを一つにしてバトンパスしたい。ホテルお兄さんについてきてくださいね。いいですか、いきますよ。ロック、ロック、フレッシュ、フレッシュ、ピース、ピース、ラブ、ラブ。めちゃくちゃいいっすね、めちゃくちゃいい。お客さん何の問題もない。俺のテンションがならへんかった。もうワンランク僕テンション上げるんで、じゃあ続いて皆さんいきますよ。ロック、ロック、フレッシュ、フレッシュ、アーペット、ネアピッシュ、ラブ、フレッシュ。